天皇陛下はきょう82歳の誕生日を迎えました戦後70年のことしを振り返りさまざまな面で先の戦争のことを考えて過ごした一年だったと述べられました陛下は誕生日にあたっての記者会見でことし特に印象深かった出来事の一つとして関東・東北の豪雨災害で被災地に多くのボランティアが入ったことを挙げられました 困難に遭遇している人々を助けようという気持ちが、日本人の中に豊かに育っていることを、非常に心強く思いますまた、両陛下でパラオを訪問するなど、国内外で慰霊を重ねた1年を通しての思いを述べられました年々、戦争を知らない世代が増加していきますが、 先の戦争のことを十分に知り考えを深めていくことが日本の将来にとって極めて大切なことと思います。